では次に、この仮業員について、もっと掘り下げて詳しくお話をしたいと思います。まあ、今からも超難しい話で、まあ、分からないかもしれませんが、まあ、頑張って聞いていただきたいと思います。有識学ではこの仮業員について、このような言葉で、詳しくですね、悟りを開く道程、何を実践すればいいかについてですね、こういう難しい言葉で明らかにしております。まず悟りを開く、最後の段階ですけども、四禅根という教えがあります。四つの禅の根っこ、南朝に世代法、ね、南の位、朝の位、民の位、世代一方の位、これを四禅根と申します。皆さんも最後ね、悟りを開く最後のところに行きますと、この四つを通ってこの世代一方の後に悟りが待っています。だからこの四禅根というところ、これ必ずどんな人もね、悟りを開く人はこの四つを、四段階、四つの位を通過いたします。でこれを古来ね、四禅根と言いますね。これを四つの禅ということで、教えられます。四つの禅根とこう言います。南朝仁世代一方と言いましてね。でまず、この四禅根とは何かと言いますと、まず漢字を見てみるとですね、まず南、これはこんな字あるんですけどね、これ煙に似てますけどもちょっと違いまして、これは暖かさという意味なんですね。暖かさ、これ縁というのはこれは暖かさ、暖かい意味なんですね。真理がほのかに見え始めるんです。この煙まで来るともう真理がかなり見え始めて、まあ、ちょうど暁のような感じね、もう夜明け前の明るさという夜明け前の状態で、有識がかなり理解ができてきております。まだ客体視するね、対象化する実体視するのが残ってますが、ほぼ有識は分かってきたので罪悪もかなり減っております。もう悟りが開ける直前ですから、非常にやる気もありますし、より修行にね、一段と修行に身が入っている状態であります。で真理の光がですね、見始めるんですね。だから暖かいというのはですね、この仏教では真理をですね、この妙という字で表すんですね。妙、明るいという漢字がありますけどね、仏教でこの知恵のことをですね、明るいという漢字で表すんです。知恵というものが、知恵というものは明るいという漢字で表しますね。でどんどん心が明るくなる、つまり知恵というものが体得できて、物事の真理が見え始める。そして慈悲の心も当然育ってますから、ね、思いやりの優しい心もかなり成長しています。それで温かい、ね、そういう真理が見え始める状態、それを南という言葉で表すんです。これを南意と言いますね。南意、これが仮業員の、最初の段階です、ね、心が、ね、真理という真理が見え始め、知恵と慈悲がもうどんどん成長している状態で、それを難意と言います。でこの難意というのはですね、対象とするものをですね、対象というものは、空であるということを悟っていくんですね。まずこの難と長でですね、諸種は空なりというふうに悟るんです。諸種というのは対象ですね。諸種、今皆さんが対象としているものは全て空であると、実体がないんだということをまずね、悟る必要があります。まず頭でもね、理解する必要がありますね。諸種の対象ね、何でもいいですね、物でも人でも心でも何でもいいですね。今皆さんが世界に見えているもの全ては、対象は実体がない、空である、無我であるということを悟る修行がこの難易と超易なんです。
ですね。まず何位というのはですね、尋ね視察する、尋ね思うと書いて、まあ、今言ったらややこしくなりますけどね、このあらゆるものは、名義事象差別といって、あらゆるものをですね、物事の本質は何かということをですね、尋ね思い観察していくんです。そうすると実は見ているもの、観察の対象としているものは全部実体がないということが分かるんです。でこの何から次頂までいったらですね、この頂上の頂ですね。でここまでいくと対象としている諸種は全て空であるということが一応分かった段階。まずこの2つを私たちは通過する必要があります。それを四人士観と言いますね。これ4つはちょっと後で説明いたしますね。これ4つの物柄をね、この物事には人も物もありとあらゆるものはこの4つのいわゆる条件というか4つのそういう物柄なんだけども、それを4つのものをですね人士していくんです。あなたが見ている通りのものであるかをね、尋ね、そして視察、思い、観察していく。尋ね、思い、観察していく。あるがままに物事を見ていく。これが有識の教えなんですね。で、この実践によって、あらゆるものは、諸種は空であるということを悟るんです。この四人士観というのはですね、縁と長。まずは、対象というものを見ていくと、だんだんですね、真理が見えてまいります。ね、暖かくなって、どんどん真理が、ね、増えていって、真理がどんどん自分の中にね、現れ始める。そして、それが頂点にまで達するんですね。それで、この頂という字が使われます。この客観、諸種ね、客観。今皆さんが見ている世界というのは相互、見ている世界というものは、ね、対象は全て、空であることを悟るために人士という実践が必要ですよと。で最初の段階が何位で、尋ね、思い、観察していく。物事をよくね、心を集中して、ね、禅定に入って心を一つに統一して物事を客観視する、そういうトレーニングをしていくと、これヨーガの実践とも言いますが、ね、心を静めて物事をあるがままに見る訓練、そういう訓練をしていくと明徳情が得られる、知恵というものが得られる、そして情に入る。心、情とはこれは心を静めること、心を静め穏やかにすると物事があるがままに客観視できる。そうすると知恵がどんどん得られていきます。もう知恵がどんどんね、得られていくから、だんだん物事の真、ね、今見ている対象は、ね、実体というものがないということが分かってくる。分かり始めたのが何の位なんです。でそれがさらに進んでいくと、ね、頂位、ね、頂点に達す、頂き、最高潮まで達す。諸種が空であるということの最高潮に達した段階が頂位なんです。ね、何から頂へと進みます。そうすると、知恵がさらに増加しますね。目はこれ知恵。知恵がさらに、膨張というか、さらにね、増していき、増大し、増えていく。そういう禅定に入っている段階ね。だから、悟り開くでは必ずね、禅定が絶対必要なんです。明徳定、明蔵定、陰順定、無間定とありますよね。最後の二重眼の段階、いわゆる化行の段階は禅定に入っているんですね。心が集中できている状態であり、集中力がかなり高まっている状態。集中力が高まっているから物事の真理、ね、観でありまして、この物事をあるがままに見る、これを観と言いますね。物事が正しくね、あるがままに観察できる状態になって、
で、この禅定と知恵、ね、心を静め、そして物事を客観視する、この禅定と知恵によって悟りを開くことができるんです。これを止観とも言いますけどね、心を一つに留めて物事を客観視する、ね、情というものがあって、でこのあと最後世代一方のこの一年、この時が一瞬一刹那で、この後に悟りがあります。まずは、客観というもの、ね、客観的な物柄、諸種は全て 空であるということを悟る位を内に超意と言います。二つの特徴なのは人、非人士観といって、物事をね、よーく物事をね、考察することが大事なんです、ね、人はこれ考察する、物事を尋ねる、ね、よーく物事を見る、ね、思い観察する。そうするとあなたの知恵がどんどんね、知恵が得られ、知恵がどんどん増していきます。心を集中させて、そうすると今見ている世界は実体がないということが分かります。諸種は空であることが、でまずね、諸種は空であることが分かったならば、次第3段階に入ります。まず何位から超位と進みました。すると今度はですね、今見ている世界、今皆さんが見ているね、諸法といいまして、ありとあらゆる、客観、客対視するそういう物柄は実体はないことが分かったなら、今度はじゃあそれを見ている私ね、見聞、相聞は実体がない。今度はこの見聞も実体がないことが、分かるんですね。これが3番目の認理と言いますね。私の心の今ね、物事を捉えている客観、ね、対象を空ならば、ね、主観の私も空である、脳臭、諸臭ともに空であるということを悟るんですね。脳臭、今私たちが物事を見ている、脳臭、諸臭ともに空であるということを悟るんです。当然諸臭は空であると分かってますから、今度は諸臭を見ている、ね、それを捉えている脳臭、主観の方ですね、主体の方も実は空であることを悟るのが第三段階であります。でこの、次にですね、四如実知観といいますね。後半の二つ、任意、そして世代一方位というのがありまして、この二つを、四如実知観といいますね。これは何かといいますと、この如実といいますのは物事のあるがままの真理です。如はこれは真如の如で、あるがまま、実は真実の実、知はこれね、主観の方の真理を言いますね。この客観の真理を仏教で真如と言います。で真理を理解する知恵をこの字で使うんです。本当は真理はね、主観も客観もないんだけどもね、一応理解として真理を仮にね、主観と客観を分けたならば、真理の客観を真如、もしくは涅槃とか言いますね。真如もしくは涅槃で、その涅槃とか真理を知る知恵をこの字で表すんです。だからこの知はですね、主体の方です。だから我々の心に起きるものが知なんです。皆さんの心が四季から地位に変わるんですね。今は八色の四季なんですね。で、どんどん進歩が進むとですね、今は我々はこの四季という感じで、今はね、状態から地に変わるんです。この四季はね、意味は二つに分けて理解するという意味があります。これビジニアーナと言いまして、物事を二つに分けて、主観客観二つに分けて理解するという意味がこの式という意味になります。でこの地はですね、二つに分けない無分別地と言いまして、物事をね、二つに分けずにあるがままに知る
心の働きを仏教でこの字で表します。物事を主観を交えずにね、もう主観が我のない状態で物事が見えている状態、これを知で表します。だから如実知なんですね。この物事の真実、ね、物事のありさまをそのまま知る知で、ここまで成長させていく、そういう漢方、物事を客観視していく。まずは客観、ね、まずはそういう、ね、対象というものが、諸種が空であることを悟る段階が難理、長理であります。2つの人種ですね、対象を尋ね、思い、観察していく。これができたなら今度は第3段階で、今対象を、ね、そのまま見る、ね、如実知が、如実知ね、如実知、物事をあるがままに見る知恵というものを、成長させて、ね、そして客観、諸種も空である、そして主観の、ね、脳種も空であることを決定的に理解する、これを因と言います。これ印と言いますね。印というのは印鑑で押して押したらはっきり理解が定まります。もう決定的な理解を仏教で因と言います。印鑑の印とはね、もう分かりましたと、諸種も脳種も空であると、記して準じる、従うね、記して準じる、もう決定的な理解ですね。まあ、諸種も脳種も空であることが分かったらもう悟りですわね。もうほんの悟りの本当もう一瞬手前前まで来てます。でこのあとここまでいくと凡夫の最高の状態までいきますから、ね、これを最後聖第一法と言います。聖とはこれ世間の聖ですね。聖大一法、ね、この世間というのは迷いの世界、今まで凡夫でした。この凡夫だった私たちがここで、ね、最高の位まで上がります。第一の法、もうこれ以上凡夫はありません。もし悟りで言うならば51段にして40段までいったところで、41が諸事であるならば40段までの状態を世大一法と言ってもいいですね。まあ、仏教では凡夫は40段までは凡夫なんです。で41段が聖者、菩薩と言われます。だから凡夫の最高位を聖第一法と言います。凡夫でも最高のところまで行きました。世間の中では第一の法の位まで上がった状態、これも当然如実知でありまして、ここまで行ったらね、先ほど言いましたように、ね、諸種を実体がない、脳種も実体がない、まさにもうね、主観と同一、主観も客観も実は一つであると、二つに分けられない、まあ、有識がもう悟りでほぼね分かってきている状態、それで、無見性と言いましてね、この後にここに次ね一念というのがありますね。一念あっというですね、これ以上早い時間のない一年が、この世代一法の後に一年というものがあります。これが次、通達院なんですけどね。通達院の直前を無見性と言います。合間がない、間隙がない、隙間が全くないんですね。この状態になった一瞬、ガラッと大きく世界がガラッと大変わりいたします。ここで真の世界に突入する体験。その突入する一歩手前を無見性と言います。こういうふうに理論的にですね、お釈迦様は教えておられます。だから一年というのはですね、まさにガラッと大変わりする体験です。必ずね、この懸魚類を通って通達院ですから。ただ当然懸魚類を通ってますからね、当然知恵も、ね、慈悲も成長しています。当然集中力も高まっていますね。これが
自然根、ね、で自然根を2つに分けると思人思観、ね、尋ね思い、観察していくのがまずは縁と生、ね、ほのかな温かさが真理が見え始め、真理が分かり始めて、それが頂点に達する。そうすると、明徳上から明造上まで進む。知恵がどんどん得られていく。そして知恵がどんどん増していく。その知恵が増していくことによって、増大することによって、諸種対象は全て実体がないことが分かりました。で、今度はその客観、客体を理解すると、私もこのね、見ている、観察しているこの私そのものも、ね、これが総分としたら見分である、この私も実体がないことが、ね、自分の内側に目を向けると実体がないことが分かってくるのが3番目の認というくらいね。これ認という字はですね、あの認識の認で、あの認めるという意味なんですね。認める、認というのは認めるという意味なんです。ここに言名つけたら認めるんですね。自分の心が分かることですね。に認める、ね、自分の見ている心というものも実体がないことが認められたくらい、如実知が起きたくらいですね。で、決定的に理解できると、ね、諸種も脳種も空であると決定的に理解して、順次て、ね、でこのあと世代一方まで進みます。でここまでいったら、あとはもうですね、間がなく悟りの世界に次に入る。あ、これもっと、ね、広げてもいいかもしれないけど、大体これは本当一瞬のような感じもしますけどね。これについては有識では触れてません。この期間がどれぐらいあるかについては有識学では説いてません。だ、ひょっとしたら幅があるのかもしれませんし、非常に短い時間でこの4つがですね、一気に通るのかも分かりません。ここは有識学では時間については述べておりません。ただこういう道程を通るんだと教えるんです。これが、思人思観、思無実知観、縁、長、忍、世代一歩というね、4つの道程を通るのが思前観といって、この4つの道程を必ず通って通達に、悟りの世界に入ることができるんだと、こう教えます。で、これを次分かった上で、次にね、ややこしいのが、この4つとは何かですね。思人思観の4と、思如実知観の4とは何かを、今から説明をいたします。自然光っていうのは、縁、長、忍、世代光。そうですね。自然光は、縁、長、忍、世代光を思前光と言います。これね、この4つを、ね、思前光と言いますね。白いで善をしていくのに、うん、だから自然その善をしますよね。それは前の段階ですよね。まだ別にこういう言葉つけたんですね。企業に入って入る善はですね、はい、まだこの漢方と言いましてね、心を集中して物事を見ていく、そういう善なんです。資料医で功徳というか正殿満教していったならば、自然そのができやすくなるんです。企業に入ってそしてこの善ができるんです、がしていくんですよ、はい、ちょっと違いますよね。これが前の長かったら多分これ無理だと思います、はい、不正とかですね、自戒とかいろんなこの善行不足がある程度ですね、財が減っていないとこういうふうにできないんです。あくまでも企業に入ったならば自然行していって、はい、そして通達に至る。そうですね、うん、資料を必ず通った人にしかこの自然行という善を収めることはできないと思います。ポーンと飛ぶことは無理だと思います。ですね、初めて聞きますしね、はい、こんな前後は必ずこういう段階を通るというのが有識の大前提の教えなんです。禅のレベルも高い、禅としてのレベルも高い、まあ、そういう禅があるからね、物事が見えやすくなってるんですね。もうすでに知恵も相当ある程度蓄えてますから、人に慈悲の声で接したりですね、物事を客観視する、そういう垂れ幕をずっとした上で、さらにレベルが高くなっている感じですけどね。当然やることは同じですけど、基本的には心を静めて物事を客観視する、これは変わりません。
それをちょっと掘り下げて教えてる感じね。特にこの悟り開く直前についての内容は、この士官といいましてね、ヨーガというのはそういうのですけど、有意識、ユガという、ヨーガというのは、ね、禅定と知恵、ね、心を沈めて、心を客観視する。これが一貫した教えですから。それをちょっと掘り下げて、詳しく説いている感じが懸魚です。資料医の段階では、まだ空っていうのは、やっぱり全然見えてない。まず頭で。はい、です。言葉が両ぐらいなんです。頭で理解できている状態。はい、でも、ここを通らないと、まず私は無理だと思います。もし皆さんがね、過去世で悟り開いていたら、理解なくてもね、突然悟ることがあるかもわかりませんが、一般の我々は、まず理解することが大事だと思います。まず頭だけでもね、分かったら実際、罪悪を減らせますから。だとことん頭でも理解できるようにした方がいいです。やはり19が元っての20巻です。そうですね。必ず次のステージで自然光を取り込んでいくならば、うん、っていう話ですね。そうですね。必ず十九眼を通って二十眼ですからね。うん、ここは揺るぎはないと思います。はい、じゃあ次ややこしいですけど、この四つを今からね、説明をいたします。まずこの経行員は、自然根と言われますね。この自然根とは縁、長、民、世代以降の4つの位から経行員は成り立っていますね。経行員とはこの4つの位ね。この意というのはこれね、経行員を4つに分けたりとかね。いやですね。経行員のことをこの自然根と言います。で、この4つのうちの前の2つ。ね、前の2つ。これを四人士観と言います。そして、後の位を、ね、四如実士観と言います。四人士観を縁と長、四如実士観を任と世代一方という言葉に当てはめます。で、この人士というのは、これは人具と言いまして、尋ね、求めるという意味が、この人具の意味ですね。人具とは、これは尋ね、求める、ね。尋ね、求める。これが人具の意味ですね。視はこれ、視察と言いまして、観察の察。だから物事をあるがままに見る。思い、観察する。これが人視の意味です。だから人視とは、人具、視察と言いまして、尋ね求め思い察していくということで、これは何であるか、これは何であるかをですね、追求する心を人士と言います。で、これはですね、我々はこの有意識という真理、有意識性を悟るためにはですね、この現象のですね、本来的なあり方、現象というものをのあり方をですね、これを追求し、観察していく必要があるんですね。諸行は無常であるということ。あるいは諸法は無我である。一切は苦しみである。一切病苦であること。物事の現象というものはね、お釈迦様のおっしゃった通りなんだけども、それをですね、よーく尋ね求め、思い、観察していく。この種まきによって、やがて悟りが開ける。そして如実士は、その追求観察によって得られた結果をね、そうであると、ね、決定的に認め知る心を如実士観と言いますね。で、次ですね。じゃあさて、この2つの漢方の対象は四という字が使われていますね。この四ということは何かといったら、これが名、義、自称、差別という四つの物柄であります。名、義、自称。名とは何かと言いますと、これは、文字通り名前ですね。名前。例えば、分かりやすく例を挙げた方はね、鉛筆があるとして、鉛筆ね。鉛筆があるとして、鉛筆という名前を名と言います。
まあ、難しい言葉で脳線の妙と言いますね。脳線の性、これはね、あの表す、表すところの、脳はこれ能動的ですからね、表すところの、我々は物事を理解するにはまず名前をつけないと理解できないんでね、皆さんも世界を理解するときは必ずですね、ある物柄、概念化したときに名前をつけますね。表す、そういう名前ですね。これを妙と言います。義はですね、これは対象です。対象、あるいはそれ意味、意味もしくはこれ対象というんですね。義はこれね、対象もしくはその意味、これ皆さん理解するんですね。義という意味は、義というのは対象もしくは意味、鉛筆という意味、鉛筆という対象を言います。鉛筆がありますね。これはまず彼にペンセル、ね、鉛筆という名前をつけます。で、鉛筆このそのものですね、鉛筆というこの対象がありますね。物柄、鉛筆というね、そういう意味がありますね。これを仏教で義と言いますね。これを所詮というんですね。表されたところの対象、今の日本語のね、所詮はここから来てるんですね。面白いですね。仏教の由々しきから生まれた言葉がいっぱいある。所詮はこうですと言いますね。所詮は元の意味は義の意味なんですね。所詮、対象とする、意味とするものを所詮と言うんです。表されたところの義、この性はこれ表すという感じですから、表されたところの義、物というものですね。名前があって、そして対象があります。名前があって、鉛筆という名前をつけて、鉛筆にはその鉛筆そのもののね、対象が一応存在するということで、義というふうに言います。これを義と言いますね。妙とはこれ、さまざまな存在を表現する言葉、まあ、言葉ですね。妙はこれ言葉と言っていいんですね。言葉、名前ですから言葉であります。言葉ね。で、義はその言葉によって表現される意味、あるいはその意味を持つ対象であります。次、事象。事象とは、おのずからの象とありますように、これは、妙と義の対象とありますね。名前と意味を持った物柄そのものの本性、鉛筆そのものですね。鉛筆というものは、ね、この鉛筆だから名前と対象もありますね。これそのものを事象というんですね。鉛筆そのものをね、事象と言います。妙と義の対象、対とはその物柄ね。で、本性、事象ね、これを事象と言います。で、差別はね、これあの違いと言いますね。差の別とありますよね。今の日本語の人を差別する、そういう意味じゃありません。違いと言うんですね。鉛筆と万年筆は違いますね。鉛筆と、ね、ペンとは違います。これ違いというんですね。妙と義との差別、違いというんです。やっぱ鉛筆は鉛筆、ペンはペン、万年筆は万年筆で違いがあるんですね。事象とはですね、妙と義そのもの、対象とはそのものですね、そのものというんですね。対象とはそのもの。で、差別とは妙と義の、さまざまな細かいあり方、細かいあり方ね。鉛筆は、ね、ペンや、ボールペン、万年筆とも違うと、ね、違いがありますね。もう一度言いますと、これあらゆるものがこの4つ普通はあるんです、まあ、ないものもあるかもしれませんが、基本的に我々が物事を認識する際には妙義事象差別4つが、あるんだと。で、これをよく見ていくのが仏教なんです。分かりやすく例を挙げて言いますとね、まずここに鉛筆があるといたします。
鉛筆という名称、名前が、これが名、名であります。そして鉛筆という意味、あるいは鉛筆という事物、鉛筆という意味や鉛筆というね、もの、ね、事物が存在する、これが義であります。そして鉛筆というね、名称と意味、事物そのものを事象と言いますね。そのものを事象と言います。そして鉛筆とはこれこれである、鉛筆とはこういうものであるね、このね、こういうものが鉛筆であるという、鉛筆のね、この細かいやり方の説明、鉛筆は何々であるという場合の性質や特質が差別と言いますね。で、この我々が認識する処方、ありとあらゆるものにはですね、この4つのどれかに含まれます。これは皆さんがいろんなものを見ていくときにね、この4つ、ね、どれかが必ずある。それを徹底して見ていくんですね。で、今から言いますよ。このポイントね、目的、皆さんが悟り開くには、真人士観と真如実観、いわゆる漢方といいまして、物事を、ね、心を静めて、物事を客観視していく、そういうトレーニングが仏道なんですけどね、これを解かれた目的は何かといったらね、こういう真理を悟るためなんです。それは、この世のありとあらゆる現象は、経緯にして実務であるということを悟るんです。この世のありとあらゆるものは経緯にして実務、処方は全ての物柄は経緯、仮にあるものであって実際には存在しないんですよ、映像なんですよ、ということを悟ることができたならば、あなたは通達に入れる。経緯にして実務であると悟る。これを悟らせるため、これを理解させるための方法が真人士観であり真如実観である、この経行為の悟りを開く方法であります。で、このね、4つのね、妙義事象差別、この4つの存在は実はね、全部仮にあるんであって実際にはないんです。あってなきようなもの、これが真実ですね。例えば鉛筆がありますね。鉛筆といって名前はつけました。一応ね、例えばスマホならスマホというね、これ一応スマホならばスマホという名前がついてますね。で、一応事物があります。で、これそのものを事象という。で、スマホは、ね、こういう特質があるということで、一応私たちはこれが実際あると思ってるんですね。見ていると実際これで役に立つし、でもスマホというものをよーくね、人視、そして如実知で物事を徹底して考察していくならば、仮にあるだけ、今因縁はどうしてね、仮にあるだけなんですか。仮にあるだけ、瞬間瞬間消滅変化をしている。今仮に因縁を和合しているだけで、やがてはなくなっていく。仮にあるだけで実際はないんです。これが空であり無我なんです。今仮にあるだけ、因縁を和合して仮にあるだけで実際はないんです。この世の真理とはですね、こういうものなんです。あってなきようなもの。ね、比喩、比喩という言葉がありますね、仏教にね。比喩、比喩。ね、比喩、ね。あるにあらず、ね。なきにあらず。これが真理ですね。比喩。あるんでもないし、ないんでもないんです。これが真理です。あるとずっとあるもんでもないし、ないもんでもないんです。これを仮にあるけども実際にはないというふうにですね、言うんですね。
真理を悟らせるためにね、いろんな物事を見ていってほしいんです。今皆さんがあると思っているものは全部ね、ただ名前がついてるだけ。一応事物は存在します、ね、その事象はあるように見えます。いろんな差別もあります。細かいあり方もありますが、これを徹底して、ね、尋ね求め観察していくと、実体はないんだぞいうことがだんだんと分かってきて、そして、ね、対象としている性も空であり、それを今捉えている私の心も空であることが分かった時が無間上に、ね、陰順上から無間上に行って、このあと一年というですね、悟りの世界に突入する、入ることができるんですよと、こう、教えられているんですね。この4つの、ね、存在すべて権威して、実務である。仮に存在し真実なるものは存在しないと、これを観察して理解することなんですね。で、私たちはですね、だから鉛筆ならね、これは鉛筆であると言って、ね、鉛筆という意味を持って鉛筆という名称によって支持される、鉛筆という事物が心を離れて存在すると思うんですね。皆さんが見ているものなんですけどね、心を離れて存在すると思うんです。しかし有志の教えはいいですか、有志の教えはあらゆる事物は、ね、心の、ね、中に収め尽くせるのです。あらゆる事物は、ね、心の外にあるんだよ、全部心の内側にある、ね、そしてただ存在するのは名前だけ。実際にそれに対応するものなんかは存在しない。瞬間瞬間変わってますから、名前はあるけど実際はそのものが、名前に応じたものはない。こう実は観察するんです。だからね、事物は存在しないから、それを支持する言葉もね、あるいはそれを認識する心も空である。存在しないというのは実体がないということで、ね、存在しないというふうに観察するんですね。その言葉も、それを認識する、ね、心も存在しないと観察する。これが2つの漢方の内容ね。諸種も空、脳種も空。でこの漢方、ね、法を見ていく。この漢方によって諸法、ありとあらゆるものは、ね、仮にやって実際にはない。この認識を次第に深めていく過程、この認識を次第に深めていく過程が難理、長理、任理、世代一方位というね、非善根という4つのね、過程であるということなんですね。まあ、非常にこれ難しい話ではありますけど、まあ、休憩を入れたいと思います。